ある寂しい屋敷町の素人屋に部屋を借りていたその間彼は迷いに迷い抑えかねたのかもしれないはル、あ、はル、あ、プうん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 はい大丈夫ですはい読み人 一郎がなぜこれから記すような恐ろしい悪事を思い立ったかその動機については詳しいことは分からぬまたたとえ分かったとしてもこのお話には大して関係がないのだ彼が半ば苦学みたいなことをしてある大学に通っていたところを見ると学士の必要に迫られたのかとも考えられる 彼は稀に見る秀才で、しかも非常な勉強家だったから学習を得るためにつまらぬ内職に時を取られて好きな読書や試作が十分できないのを残念に思っていたのは確かだだがそのくらいの理由で人間はあんな大罪を犯すものだろうかおそらく彼は。 先天的の悪人だったのかもしれない。そして学士ばかりでなく他のさまざまな欲望を抑えかねたのかもしれないそれはともかく彼がそれを思いついてからもう半年になるその間彼は迷いに迷い考えに考えたあげく結局やっつけることに決心したのだ。 ある時彼はふとしたことから同級生の斎藤勇と親しくなったそれがことの起こりだったはじめは無論何の精神があったわけではなかったしかし中途から彼はあるおぼろげな目的を抱いて斎藤に接近していったそして接近していくに従ってそのおぼろげな目的が だだんだんはっききりしてきた。斎藤は一年ばかり前から山手のある寂しい屋敷町の素人屋に部屋を借りていたその家の主は管理の未亡人でと言ってももう六十に近い老婆だったが暴風の残していった数軒の借家から上がる利益で十分生活ができるにもかかわらず。 子供を恵まれなかった彼女は、ただもうお金が頼りだ。と言って、確実な知り合いに小金を貸したりして、少しずつ貯金を増やしていくのを、この上もない楽しみにしていた。斎藤に部屋を貸したのも、一つは女ばかりの暮らしでは、不用心だからという理由もあっただろうが、一方では、部屋代だけでも、毎月の貯金額が増えることを、 感情にに入れていたに相違ないそして彼女は今時あまり聞かぬ話だけれども主戦土の心理は古今東西を通じて同じものと見える表面的な銀行預金のほかに莫大な現金を自宅のある秘密な場所へ隠しているという噂だった不喜はこの金に誘惑を感じたのだ。